月光の夏は、毛利久野の小説、実話などをもとに創作したフィクション小説である。この作品をもとに、機関特攻隊員の収容施設、新武僚の存在が明らかにされるようになった。題名の月光とは、ルートビヒァンベートーベンのピアノソナタ第14番のこと。1993年に映画化された。 ポニーキャニオンから DVD が発売されている。配給収入は1.5億円。太平洋戦争末期の夏、九州の鳥栖国民学校に陸軍の二人の特攻隊員がやってきた。その一人は上野の音楽学校のピアノ科の学生でメタバル基地から明日、チランに向かうので根性の思い出にグランドピアノでベートーベンのピアノソナタ第14番、月光を弾く。 海床場で送ろうとすると、熊本市販から音楽の教師になりたかったという風間が弾く。演奏に立ち会った当時の教師、吉岡き子が、ピアノが老朽化のため廃棄されることを聞き、その保存のため小学校でその思い出を語った。二人に帰ってきて、月光を弾いて欲しかったけど、帰ってこなかったとですという。テレビや新聞で報道されると、 大きな反響を呼び、修復も始まったが、二人の特攻隊員の名前を、吉岡は聞いてなかった。ピアノを弾いたと思われる元将尉、風間盛助が何も語らないのでその存在が疑われる。ラジオ局の石田理恵は、ドキュメンタリー作家の三池康文と共に、忘れたいことがあるのかなと言いながら、生き残った特攻隊員に取材を重ねる。チラン特攻平和会館で、 月光を引いた、運の光彦少尉の遺影を発見。大牟田市にいる元隊員から、公の記録にはなかった、新武陵の存在を知る。そこでは、特攻の途中で帰還した隊員が遊兵されていた。元隊員は、戦死したことになっているのに生きている追い目を語る。風間の閉ざされた心は徐々に開き、語り始める。特攻ゼニアドイツ民よ、故郷を。 リルル歌を歌って出撃。エンジンの不調で特攻から引き返し、上官からピアノを弾いたことまで軍人魂を忘れていると言われ、新武陵で屈辱と絶望の日々を過ごす。運野の妹で、風間の妻は、新武陵のことは初めて聞いたという。そして、トスに向かうという。風間が、運野は戦死しました。私は生き残っておりますというのに、吉岡は、 よう生きとってくださいましたという。半世紀を経て思い出のピアノと再会した風間は当時を振り返りながら月光を奏でた。ありがとうございます。